東京都立多摩科学技術高等学校は、東京都小金井市本町を6丁目に所在する都立高等学校、スーパーサイエンスハイスクール指定校、理数研究校、英語教育推進校、進学指導推進校、略称は多摩鍵、TKG、多摩サイエンスなど、多摩地域の中核となる理系進学校を目指して2010年に開校。初代校長には、 日産自動車から招いた役山隆が就任。1学年6クラスで1クラスは35人の少人数制である。2012年スーパーサイエンスハイスクールに指定された。1年次より工業技術基礎、科学技術と人間といった独自科目があり、3年には卒業研究を実施する。カリキュラムは南関大学受験を重視したもので、 国公立大学進学にも力を入れる。毎月3日ほど土曜授業を行っており、土曜日や長期休業中には、進学対策補修なども行っている。設備、施設に関しては、科学技術家ならではのものが非常に充実しており、主なものとしてコンピューターは、iMac24 台を含む、生徒容器、約220台、電子顕微鏡、電子線描画装置、 カーボンナノチューブ製造装置、3D プリンター、クリーンベンチ、ドラフトチャンバー、オートクレーブ、DNAC 検査、ロータリーエバボレーター、ソックス霊抽出器、高速液体クロマトグラフ装置、イオンクロマトグラフ装置、フーリエ変換赤外分高光,光時計、紫外化し分高光,光時計及び、金、赤紫外化し分高光,光時計、 ガスクロマトグラフ装置及びガスクロマトグラフ質量、分析系、X 線解説装置、原子急行分析装置、蛍光 X 線分析装置、誘導結合プラズマ発光分光分析装置等が挙げられる。1年次で先端技術4領域と呼ばれる BT、ET、IT、NT の実習を行い、2年次に進級する際に4領域から選択して、 専門的な研究を進めていく。http://tamakagi.jp 東京都立多摩科学技術高等学校同窓会。ありがとうございます。